茨城県道359号茨城空港線正面に茨城空港ターミナルビルが見えるおみたま市街の内茨城県道359号茨城空港線は茨城県おみたま市の茨城空港に接続する一般県道である茨城空港ターミナルビル前からおみたま市の田を通る茨城県道144号紅葉石岡線まで南北に結ぶ 延長約 2.8km の一般県道で、茨城空港のエントランス道路である。2001年12月13日、百里飛行場を起点とし、東茨城郡小川町を終点とする、一般県道百里飛行場線として、路線認定され、茨城空港への連絡道路として2004年着工により、建設された。茨城空港開港に先駆けて2010年2月16日に、 暫定に車線にて開通。同年3月11日に、茨城空港開港と同時に、路線名称を、茨城空港線へ解消した。道路法の規定に基づき、おみたましよさは同志の打管は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。地形は、平坦な大地で、周辺は、 ニラ畑と農家が点在する、のどかな風景が広がる。線形は、終点付近のみ緩やかなカーブを描くが、その他はほぼ直線で、見通しは良い。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在 県道路線の認定茨城県法第1322号より道路の区域の決定茨城県法第1479号 P6 道路の区域の変更茨城県法第2154号 P19 道路の共用の開始茨城県法第2154号 P20 県道の路線名の変更茨城県法第2162号 P10 道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2985 PP 1828ありがとうございます